大仏山公園は、三重県伊勢市、滝郡名和町、渡来郡玉城町にまたがる都市公園。三重県の設置する三重県営大仏山公園と、伊勢市の設置する伊勢市大仏山公園スポーツセンターがある。公園の設置されている大仏山は、標高約50メートルの伊勢平野の中で独立した丘陵であり、東西約2キロメートル、南北約1キロメートルに及んでいる。 スポーツやレクリエーション活動の場として利用されるのみならず、市街地近郊の貴重な里山として重要里地里山に選定されており、自然環境の保全の場ともなっている。公園名の大仏山の由来は諸説あり、いずれも大仏と関係を有する。大仏の制作に関わる説が二つあるが、それを裏付ける、確たる証拠はない。 天平神母2年に大神宮寺の上六仏像をこの地で鋳造したことに由来する。滝郡西宮村の連光寺の大仏像の原木をこの地から切り出したことに由来する。山の姿が大仏が寝そべっているように見えることに由来する。公共の福祉に資するため、多様なレクリエーション活動、コミュニティ活動の場として三重県が整備した。現地形を生かしながら掘削。 地ならしを加えて公園として整備した。指定管理者制度を導入しており、伊勢市に本社を置く有限会社対応力地が管理を行っている。主要施設は野球場、テニスコート、中央広場、多目的広場。2019年度の公園全体の利用者数は216,216人。 有料施設の利用料金収入は4648,210円。野球場は夜間照明を備えるが、夜間の利用は軟式野球の未許可される。テニスコートでは平日の利用促進策としてテニス教室を開講している。県営大仏山公園の主催イベントとしてスプリングフェスタとオータムフェスタを開催している。2009年から 集客拡大策として開始され、当初は春のイベントをフリーマーケット大会と位置づけていた。ただし、2009年が初の試みというわけではなく、2002年3月9日に、三重県南西島県民局が、住民や NPO に企画段階から参加を呼びかけて、大仏山公園スプリングフェスティバルを開催しており、 フリーマーケットの開催に関しては1994年5月22日に、小幡町大仏山公園スポーツセンターで開催した、ふれあい祭りに小幡94年まで遡る。2014年は、スプリングフェスタに約4000人、オータムフェスタに約4500人の来場があり、過去最高を記録した。スプリングフェスタは、フリーマーケット、ステージでの催し、飲食物の出店があり、 オータムフェスタはそれらに加えているキャラの来場や、触れ合い動物園、白バイ乗車体験などが行われる。大仏山公園には、展望台と展望広場の2箇所、周囲を見渡すことのできる箇所があり、小規模ながら、夜景を鑑賞することができる。どちらへ至る道中にも街灯が設置されていないため、夜景情報サイトでは、懐中電灯の持参を推奨している。 展望台からは、北から東方向に眺望が明け、明和町や伊勢市の夜景が鑑賞できる。県営大仏山公園の管理事務所の裏手にあり、展望広場より駐車場から近い。展望広場は、南東方向に視界が明け、伊勢市を中心とした夜景が鑑賞できる。駐車場から街灯のない道を7から8分歩く必要がある。夜景としては、展望台よりも優れている。 小ば町が三重県の所有地11ヘクタールを買収して設置した施設である。住所は伊勢市小ば町新村605。多目的グランドは完成当時南西地区最大規模だった面積1.9ヘクタールの施設で陸上競技場として利用でき野球、サッカーも可能である。マウンテンバイクコースは一周約750メートルのダートコースで 三重県に2カ所ある通年利用可能なマウンテンバイクコースのうちの1カ所である新全国総合開発計画の時代1968年に策定された当時の通商産業省の構想試案で日本全国4カ所に大規模な産業集積地を作ることが掲げられその中の一つに三重県の中南西地域開発構想が上がったこの構想には トヨタ自動車などが興味を示し、伊勢市の沖合を埋め立てて、大規模な工業地帯の建設が試みられた。開発を見越した三重県住宅供給公社は1971年から1973年にかけて大仏山周辺の土地94ヘクタールを買収し、住宅開発を起とした。1974年には、工学館大学考古学研究会が調査に入り、 チャート製の石器やサヌキ岩製の石族を発見した。ところが、四日市全息の被害が広く知られるようになり、漁業者の反対もあって1976年には、工業地帯の建設計画は中止、住宅開発も幻となった。そこで、三重県は72ヘクタールを公園として整備し、残りを工業団地として開発することに計画を変更した。 総合保養地域整備法に基づく、三重サンベルトゾーン構想の一環で、民間によるリゾート開発を支援するために、道路、公園、上下水道といったインフラストラクチャーを県が整備する事業の一つに、大仏山公園を位置づけたのである。1985年に、県営大仏山公園の建設に着手。 三重県町づくり特別祭を利用し56億8000万円をかけて1988年8月1日に11.2ヘクタールで部分開業した。前日には開園式を挙行している。建設工事の副産物として多数の植物化石、アタン、軽ギが発見され少量の琥珀も見つかっている。県営公園に続き1992年5月に 当時の小畑町が大仏山公園スポーツセンターを着工し、多目的グラウンドなどを整備した第一期工事を1994年に、第二期工事を1995年に終え、同年4月に全面開園させた。第一期の完成記念行事として、小畑町民体育祭と小畑祭りを1994年に限り統合して、触れ合い祭り大畑94年を開催。 以後、小端町民体育祭がここで開催されるようになった。北川正康が三重県知事だった時代は大規模な行政改革が断行され、1998年には県有地26カ所、約22,400平方メートルの売却が掲げられたが、大仏山公園は今後の利用を検討するとして保留された。2004年に大仏山公園周辺に、 日本オリエンテーリング協会公認のオリエンテーリングの大仏山コースが開設された。また、同年度に NPO 法人無二のゴークラブが公園とその周辺で鼓動の再生などの活動を開始した。2005年4月8日、県営大仏山公園の計画面積37.26ヘクタールが全面開園した。それでも、 公園として計画された土地がまだ約30ヘクタール。残り、工業団地は2007年7月に、野呂明彦知事が、計画断念を表明した。2008年4月1日から、指定管理者制度を導入し、有限会社対応力地が、指定管理者として、県営大仏山公園の管理を開始した。2013年2018年の更新により、 少なくとも2023年3月31日まで有限会社対応緑地が管理する予定である。2014年10月に老朽化した遊具の撤去と新設、テニスコート2面のスナイリ人工芝への改修が行われた。2015年8月29日から8月31日にかけて県営大仏山公園野球場と地大仏山公園スポーツセンター多目的グラウンドを 主会場として、第50回、全日本大学女子ソフトボール選手権大会が開催された。同年12月18日、環境省は、日本全国500カ所の重要里地里山を選定し、大仏山公園及び、周辺水田もその一つとして選ばれた。大仏山公園とその周辺は、ダメ池、小川、田畑、雑木林など里山の生態系が残されており、 カヤネズミ、メダカ、オオタカなどの生物が観察されている。開発前の大仏山は松屋やシャブシを主体とする雑木林であった。地質は西南日本内帯、両家編成体の加工岩類を基盤とし、大仏山は新大三期に属する残球である。最上部にはチャートなどを含む更新予の弾球堆積物が堆積する。2004年度から NPO 法人無の GO クラブが伊勢山宮街道などの古道再生活動を展開し2005年には NPO 法人大仏山自然クラブが気象植物の保全を県に要望した当初県から提案を受けた関係参市長は保全しても地域活性化にはならないとして消極的な対応を取ったが2015年に大仏山公園及び 周辺水田の名称で重要さと地里山に選定された。一方、大仏山公園周辺は開発計画が頓挫して土地が長年放置された。結果、不法投棄が目立ち、椎茸の原木とするために無断で木を伐採する者も,もいる。県は年一回投棄物の除去を行い、指定管理者制度導入後は指定管理者が処理している。付近には、 不法投棄をしないよう呼びかける看板が多く見られる。大仏山公園の周辺は、伊勢市や玉城町の飛び地が散在し、市町境が複雑に入り組んでいる。ここには、日本オリエンテーリング協会購入のオリエンテーリングパーマネントコースである、大仏山コースが設置されている。鉄道利用の場合、近鉄山田線明野駅より徒歩15の30分である。自動車利用の場合、 伊勢自動車道玉城インターチェンジからおよそ30分、または三重県道37号鳥羽松坂線、湯田交差点から北上し、約5分を要する。駐車場は110台収容可能である。ありがとうございます。